店内に入っていきたいと思います。それでは皆さん、レッツゴー。かわいらしいですね、ビコちゃんの。それでは、お邪魔します。失礼いたします。はい、それではやってまいりました、店内です。皆さん、じゃーん、すごくですね、パンの香りがします。美味しい香り、もうプンプンですよ、ね、見てください。ほら、じゃじゃじゃーんと端から端まで美味しそうなパンがたくさん並んでます。ここは、はい、ラスクとかですね、米粉クッキーとか、クッキーパンもありますね。はい、今日はですね、あの店内でお邪魔、はい、いたしますが、はい、こちらのオーナーさんを呼んでみたいと思います。オーナーさん、どうぞ。はい、こんにちは。よろしくお願いします。かわいらしいね、お店ですね。はい、今日はですね、あの店内をですね、ちょっと見させていただいて、あのこのパンをですね、ちょっと食したいなと思っています。もうすごく楽しみです。どうですかね、今日あのこの、ひまわりパンさんですかね。ひまわり畑のパン。はい、あのとてもですね、美味しそうなクッキーとかパンとかですね、並んでますけど、このお店は何年ぐらい前にオープンされたんですか。4年前。はい、前にこちらのお店をオープンされてですね、あの大体パンを焼かれて、あの買っていかれる方が多いんですかね、こちらで。はい、出されてるんですね。はい、はい、はい。で、あの、自家製の手作りパンということで、作っていただいてるので、はい、そのお店が、はい、こだわりパンの、餌にこだわったものとか、餌にこだわってるそうです、皆さん。オリーブオイル。上がりの代わりに、水を上げて、いいですね、あのなんか腸が良くなるとかね、お酒が良くなるとか、ちょっと、外っていうのはですね、こちらですね、ちょっと、うま、外っていうのはですね、こちらですね、ちょっと、うま、これさ、ね、いっぱいで、とっても美味しいって書いてあるのもね、味が、体の上に、なるべく、地元の米粉とかを使って、はい、素晴らしいですね。皆さん、外っていうのを覚えておいてくださいね。お値段が、680円ですね。2キロで、うん、2キロでとっても安いです、これね、お買い求めください。なんかここのあたりもなんかね、ちょっと気になる商品がありますね。はい、天然のインスリンとも言われる、はい、今度はですね、こちらのパンです。じゃじゃじゃーん。わ、美味しそうな、くるみが入ったパンみたいですね。これ見てください、ほら、美味しそう。もうあの、こちら自家製のパンですからね、もうしっとりとして、本当にふわふわして、美味しそうで、たまらないので、一口いただきたいと思います。こちらの、なったパン、うわっ、うわ、ブルーベリーにチーズがたくさん入ってますが、中身うわーっと多いですね、たくさん入ってますね。うわ、これ贅沢ですね、チーズのブルーベリー。ちょっといただきます。いただいちゃうかな。サクサク、サクサク、これにはね、ごくしょう、ブルーベリーとチーズとクルミがですね、三段に分かれて口の中でハーモニーをですねやってきます。これが楽しいですね、皆さん。まずサクサクした食感のクルミですよ。ほんとチーズが濃厚だよ。ブルーベリーの甘いね、うまいの、
きますね。なんか楽しそうな、そこに来たら。曲が豊かですね。きんぴらパンってあるんですって。いいですね。私もあの惣菜パンが大好きなんですよ。のお野菜をあの中のパンに素材ですね。うん、おばあさんたちがね、好きだもんね。子供さんまで手を振ったんでしょうかね。美味しいですよ、これ。たこ焼きパンもあるんですって。なんかそのすごくあの楽しいので、ここに来られたらあのパン好きの人にはたまんないです。パン好きの人はこのパン食べてもまた次の違うパンが食べたいなって思われてると思うので、ここぜひ一押しですよ皆さん。ちょっと食べてみなかったので、パンの中に入ってるだけで全然違いますね。香ばしいです、yeah. でチーズとブルーベリーがブレンドされるとですね、まろやかな感じになるんですよ、チーズが、でブルーベリーだけだったらあっさりだけど、チーズが入ってるのでクリーミーで、これ全部食べてしまっちゃうところなんですけどね、美味しいです。はい、そしたらですね、店内でもうね、パンを、美味しいパンをいただいた後に、ね、こちらの方もですね、ちょっとぬるいと見せて、はい、いただいちゃいますけど、はい、こちら、じゃん、速報仕様のラスク160円、じゃーん、ここにありますけどね、はい、こちらのラスクをですね、試食したいと思います。でオーナーさんがですね、本当これも手作りだということでね、外を使用ということで、あの先ほどの体にいい砂糖ということですかね、味がいいです。ではちょっと試食したいと思います。本当になんかね、この形はですね、初めてなんです。あのパンの形のラスクはですね、よく食べたことあるんですけどね、いただきます。ザクザクの方が当たってますね。お砂糖がですね、砂糖を使っているので、砂糖の味が、あの本当にこう甘いのがですね、もうたまらないです。甘すぎず、いくらでも入れるような感じですよ。この音を楽しんでください。わかりますか皆さん、サクサクです、ザクザクです。これもうほんとやみつきになっちゃいますね、これ。何個でも入りますこれ。この食感が、やみつきになります。本当に次から次へと、でも最後まで食べきっちゃいそうですね、これはね。こんな感じです。お子さんにもねいいですし、これあの硬くないので、お年寄りの方もいけるんじゃないですか。私ちょっと歯が大きいのでサクサクいっちゃいますよね。この音ですよ。おいしい。これが160円なんですか。超安いですね皆さん。ここならではのね、一押しメニューですねこれ。他のところで見たことないですねこの形ね。
先ほどのらしく、ね、160円、とっても安いですね。もうサクサクで止まらなくて、さっきから最初から最後まで全部食べてしまおうかなって思って、まあでも楽しみです。もうほんと一口食べたらたまりません。美味しいです。このらしくなんですけど、粗糖使用ということで、ね、体にとってもいいミネラルたっぷりのお砂糖を使っています。はい、実はこちらじゃーん、はい、こちらですね、350円、こんなにたくさん入ってたっぷりあります。で、綺麗ですね。ほら、ね、粗いお砂糖ありますよね。うん、砂糖の細かいですね。うん、これお砂糖がパラパラとかかってあって、とっても美味しい。1キロで350円になります。そして、はい、こちらの菊芋粉末、ね、これ一体何でしょうかって言って先ほどお聞きすると、皆さんが、ね、お通じが良くなると言われたんですよ。はい、便秘薬でなかなか、ね、ちょっと困難な方、ね、2、3日でもう良くなるというのがですね、お通じの効果が、ね、上がるということですね。こちらのこのスプーンがついてまして、コーヒーとかお茶とかいろんな飲み物に混ぜて飲むことができますよ。はい、こちらほら書いてあります、菊芋粉末、気になりませんか。血糖値、中性脂肪、デトックス、美容、ダイエット、体重って書いてありますね。カメラマンさん、体重大丈夫ですか今はい、まあそういう方々にですね、ちょっと気になったなって思われたら、こちらのひまわりマダムさんの方ですね、ぜひ遊びに来てくださいね。はい、ひまわり畑さんのクッキングパン、とっても美味しかったです。っていうのがですね、実はこちらの方では自然なものにこだわってるんですよ、ね、実は体にとっても優しくて、体にとってもいいっていう、ね、素材を使ってるんですよ、うん、でブルーベリーはですね、こちらね、ほんと本物のですね、ブルーベリーを入れています、はい、これも本当にコクがあってですね、美味しいですよ。で、ね、こちらのパンとか卵とかも、ね、全卵を卵が使っているしですね、はい、こう小麦粉ではなくて何でしたかね国産小麦の名前とか、地元の米粉とか、うん、米粉とか、はい、皆さん、ね、とても美味しいクッキーとパンをですね、堪能したところでですね、夏はですね、こちらで福谷ぶどう園さんが来られてですね、美味しいぶどうをこちらに置かれるそうですよ、はい、販売も来てますので、甘さたっぷりでですね、糖度がですね、20度から25度という甘いぶどうをですね、こちらに置かれるそうですので、ぜひぶどう好きの皆さん、ね、酸味が好きなあなた、ね、甘さたっぷりなので、ちょっと普通のぶどうと違うみたいなんですね。ぜひご賞味してくださいね。はい、それでは今回ですね、ひまわり畑さんの方には今日お邪魔させていただいて、とても美味しいパンとクッキーをごちそうさまでした。ありがとうございました。またお客様としてやっていきたいと思います。本日はありがとうございました。